こんにちは。総戦力があと少しで80万になりそうなサードラです。今回なんですけど、まあ、YouTube のコメント欄だったり Twitter でリクエストいただきました。モンハンライダーズでの毎日やるべきことっていうか、まあ、僕が毎日どういう風にモンハンライダーズをプレイしているかですねっていうのを、まあ、初心者の方向けにはなるんですけど、まあ、毎日やるべきことっていうことでお話をさせていただこうかなと思います。はい。で、まず早速なんですけど、ログインのタイミングからお話をさせていただくんですけど、ログインのタイミング、このゲームが一応アイテムの配布のタイミングが2つあります。まず一つは朝の5時ですね。朝の5時は一応ログインすることでログインボーナスを受け取ることができます。まあ、朝の5時以降ですね。であればログインボーナスを受け取れるっていうのがまず朝5時以降であるのと、あとは一応まあそれ以降であればデイリークエストのまあリセットだったりデイリーミッションのリセットが朝の5時に入ります。で、次なんですけど、お昼の11時ですね。で、お昼の11時にログインしていただくことで、次は今その時点であってるキャンペーンだったりイベントのまあスタミナ剤の配布だったりとかアイテムの配布、宝珠系の配布とかっていうのが、お昼の11時に入ります。なので、ログインするタイミングの注意事項としては、お昼の11時以降に絶対1回はログインしてくださいっていうのが注意事項になります。っていうのが、結構総務プレゼントで次の日まで持っとけないやつとかも結構あったりするんですよね。その日までに受け取らないと、次の日パーになりますよっていうものって結構あるので、モンハンライダーズに関しては5時でログインボーナス切り替わりはあるんですけど、お昼の11時以降にも絶対1回はログインすることをお勧めしますって、まずログインのタイミングのお話ですね。はい。で、次なんですけど、じゃあまあ11時以降とかにログインしましたってなって、まあこの画面になると思うんですけど、最初にやることは僕はここですね、強化を押していただいて観測隊派遣を見ます。で、これでまあ寝てる間に帰ってきてた分とか、まあ、受け取れてなかった分のまあ帰ってきた観測隊を全部受け取ってもらえるといいかなと思います。で、次ですね、これを受け取った後何をするかっていうと、次クエストを開いていただいて、ここのデイリーですね、デイリーミッションで一応ライダー強化、オトモン強化素材、ゼニー獲得のクエスト、このデイリーミッションがデイリークエストかが3つあるので、これをそれぞれ全部こなしてもらうんですけど、これが今受注可能回数が2分の0になってると思うんですよね。で、これが朝の5時になると2分の2に戻るので、まあ、ここを2回ずつ合計6回ですねと合わせて、この横にプラスボタンがあるので、プラスを押していただくと素材のクエストの受注権があるんですよ。で、これがもしログインボーナスでもらってたりとか、今だったら観測隊の報酬でもらえたりするので、それが溜まってる方とかはこれも忘れずに消費をしてもらえるといいかなと思います。なので僕、例えばこれが3枚とかだったら、ここの、ライダー強化のやつに関してはチケットの3枚消化した分と元々ある2回で5回消費するって感じですね。で、これをそれぞれ3つですね、ライダー強化、オトモン強化、ゼニーをそれぞれ全部やってもらいまして、で、それが終わったらこちらですね、ショップなんですけど、ショップの期間限定ショップですねを開いていただきまして、ここですね、この購入する内容なんですけど、僕が今買ってるのはこのまず星5の宝珠ですね、まあキャラの宝珠なんですけど、これは無料でもらえるので皆さん忘れずに受け取ってくださいと、僕は星3のキャラの宝珠ですね、これは2000ゼニーで買えるので、この2つを買ってます。で、ここ買うポイントですね。で、他買ってる方とかってライダー鉱石買う方もいらっしゃると思うんですけど、これはプレイスタイルによって変わるかなと僕は思ってて、まず僕の場合なんですけど、僕今ライダー鉱石が余ってるんですよね。っていうのが、まあ、限界突破かなりキャラクターしすぎて、今金が足りなくて限界突破ができないんですよ。なのでライダー鉱石を使えるキャラがいないせいで、まあ、デイリークエストはちゃんと毎日消化してるんで鉱石余ってるんですよね。で、逆に最近装飾品が実装された兼ね合いで、装飾品の強化ってめちゃめちゃゼニーを使うんですよ。なので、まあ、見てもらって分かる通り、僕ゼニーがかなり枯渇しているので、あえてこれは買ってないです、鉱石はですね。で、逆にまだ始めたばっかりとか、まあ、中級者の方、僕も始めたばっかりはそうだったんですけど、まだ育てるキャラがたくさんいてライダー鉱石が足りないよっていう方は、ライダー鉱石をゼニー払って買った方が逆にいいです。で、そこのレベルの方ってまだゼニー結構余ってると思うので、まあ、そういった方はライダー鉱石を買ってください。この2つですね。で、まあ、なんでまとめると、まあ育てるキャラがまだいる方、ライダー鉱石使う先があってまだ全然足りないよって方は、この2つをライダー鉱石の2枠を買っていただいて、でも強化が一通り終わってゼニーが足りない、装飾品の強化が終わってなくてゼニーが足りないよって方はこれを買わないって感じですね。僕は後者になるので、もう今装飾品の強化中で、まあ、ゼニーが足りないのと鉱石は余ってるんで買ってないって感じですね。で、これを買っていただいて、これがまずデイリーのショップですね。で、あとウィークリーなんですけど、ウィークリーに関して一応僕が買ってるものをご紹介すると、星5ライダーの宝珠2つですね、この2つと、ここですね、星4ライダーの10個と、ここの2つ、ゼニーで買える2つは絶対買ってますですね。
で、次マンスリーなんですけど、マンスリーに関しては、これは絶対皆さんにちょっと無理してでも、ちょっと高いんですけど、無理してでも買ってほしくて、5付ですね。5付がそれぞれ、4種類売られてるので、これはマックス、5個だったかな？マックス5個か10個だったと思うんです。10個だったかな？思うんですけど、これは毎月絶対買ってください。これはちょっと無理してでも買った方がいいです。っていう理由が、これ月に1回しか買えないので、逆に1ヶ月買わなかったら、もう毎月買ってた人に絶対この5付の数追いつけないんですよね。で、最近、まあ、この5付って何に役立つかっていうと、カゴのレベル上げに使えるんですけど、カゴのレベルが今まで50レベルがマックスだったのが70に引き上げますよっていうのも運営さんから告知が来ているので、これはもう間違いなく毎月しっかり買ってもらったがいいのかなと思います。で、一応これショップのお話を挟んだんですけど、まあ、毎日やること、デイリーは今お話しした内容で買ってもらえるといいのかなと思います。で、ショップで買い物が終わりました。で、なったら次何をするかってお話なんですけど、次はガチャですね。ガチャを開いていただいて、こちらですね、この、まあ、毎日1回は無料で引けるガチャがあるので、この1日1回は無料のガチャを引いてください。で、ここからは課金者向けになるんですけど、課金してる方は優勝ダイヤで30引けるガチャが毎日引けるので、これはまあ課金してる方は引いてもらえるといいのかなと思います。というのが、ガチャですね。で、最後、ガチャも引き終わったら強化に行っていただくんですけど、強化で強化限界突破ですね。で、ここで、まあ、自分が今育てているキャラであったり、も育ててるキャラが一通り終わったら、まあ、使わないキャラでもいいですし、オトモンですねを強化してください。うん、僕キャラいるかな。まあ、なんで例えば、まあ、この辺の星4のキャラとかでもいいので、ベリオロスとかでもいいんで、こんな感じで押していただいて、まあ、こんな感じで限界突破ですねをまずしてもらって、強化ですね。で、これは強化を1日最低1回はしてください。で、この理由に関してはデイリーミッションに強化をしようっていうのがあるので、まあ、それを達成するために、まあ、1日1回は絶対何かしら強化をしてくださいって感じですね。これは、まあ、今までデイリークリアして、ショップでも購入いろいろしてっていう、で、ガチャ引いて宝珠もらってっていうのがあると思うので、まあ、それを駆使してどれか1体でもいいんで、1レベルとかでも上げてもらえれば全然大丈夫です。で、ここまでやってもらうことによって、こちらですね、ミッションなんですけど、デイリーミッションが今ありまして、まあ、まず強化を1回達成、これは今やりましたね。と、強化素材、これはデイリークエストを2回クリアすれば大丈夫なんで、とガチャを1回実行、観測隊1回派遣、これは寝起きでやってるので、と、期間限定ショップ、これはデイリーで買い物した分と、バトルクエスト10回、これはデイリークエスト2回ずつで3個で6回、と、あとはまあイベント系とかを4回やってもらえば達成ができるので、この流れでやってもらえれば、まあ、デイリーミッション全部達成ができるんですよね。なので、まあ、これを逃さずやってもらえるといいのかなと思います。で、ここまで終わったら何をするかって話なんですけど、ここまで終わったら、まあ、その時に合ってるクエストですね。イベントクエストで自分が周回しないといけないクエストの周回に移ってもらえるといいのかなと思います。で、また、まあ、しばらく時間経って帰ってきて、今みたいにこう、スタミナが余ってる時は、またやらないといけないイベントクエストをやるっていうのが一日の僕の流れですね。なんで僕だったら今は決戦でのバルド、ここの第5戦を周回しているので、まあ、こんな感じで周回をやらないといけないところをやってもらえると、まあ、デイリーミッションとかも逃すことなく、ゲームを楽しんでいただくことができると思いますので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。で、今ですね、デイリーミッションで、まあ、8日間連続で達成すれば、オーブ1000個もらえますよっていうキャンペーンも、お家で過ごそうキャンペーンかなとかもあっているので、まあ、デイリーミッションなあなあにしてる方とかは、まあ、忘れずにやってもらえるといいのかなと思いますっていう感じですね。はい。ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方は、チャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。